暑かったね。朝方ね。うん。暑かった。寝袋がすごいあったかい。それまではぐっすりだった。で外結構冷えてるよ。やけどしないでね。うん。よいしょ。昨日のところがまだ痛いね。完全にやけどじゃん。完全にやけどで。やけど注意って書いてあるのね。まだ柔らかい。あ、全然柔らかいじゃん。ちょっと温めるだけだもんね。うん。熱い。すごい、この上気の暑さが尋常じゃない。ね、本当に暑いよね。めっちゃ暑い。水を汲みに行く。綺麗だよ。映るかな。うん、綺麗綺麗。本場の温泉水だね。うん。ギュッてしてる。あ、それ余韻みたいな。そうそう、余韻だね。旅行か。今度予防もあるのか。桜島の奥に買い物だけが見えてる。うわ、ほんとだ。コラボレーションだよ。影に隠れて。そう、でもくっきり綺麗に見えてる。気持ちがいいね。すごいな、こう桜島と買い物一緒に見れるってなかなかないな。うん。川、沢、沢があるのかな。サワワ紅葉してる、ちょっとしてる、ちょっと。タープも結露してるけど、ワンチクリスのテントも結露してるよね、全体的に。うん、でもタープはもうすごい結露してる。タープはね、うん、一旦テント内を片付けらしいです。もうぐちゃぐちゃすぎて
を沸かしますね。お湯がかり、もうちょっと火が昇れば全体的にちょっと濡れたような感じになってる。うーん、そこまで、うん、直していいかな。やっぱり下にマットを引いたのが良かったのかもね、うん。温まってる？うん、いい、ちょうどいい。でもちょっと暑かった。暑いでしょ。ここ、あの、そ長いのじゃないとダメだ。ここほら、もう赤くなってる。本当だ、長い手袋じゃないと一瞬、一瞬くるわ、うん、でしょ。めちゃくちゃ暑い。それがめっちゃ暑いのね、うん。テーブルが汚い。うん、居酒屋も食べた方がいいよね。そう、本当に美味しいから。あ、あれもマヨネーズも持ってきてる。あ、そうなんだ。マヨネーズつける。うん、うん、マヨネーズつけるか。指ちょっと塩も振りかけよう、うん。指ふかしたのを朝1時間ぐらいかな、うん、だったね。温める程度で入れたんですけど、ホックホク、うん、丸ごとポテトサラダ、ほんとそうだ、うん。お塩もかけていいな、これ。シンプルだけど美味しい。美味しい。うん。うん。塩をかけてから。うん。そっちの方が美味しそう。うん、美味しい。高い。パッチンパッチン飛ぶじゃん。わあ、あったか。絶対折れないでしょ、そこじゃ。卵食べるの初めて。生まれてね、この方食べたことなかったの。うん、でも美味しい。これにもマヨネーズかけてみよう。ああ、美味しいかも。私日頃あまりマヨラーじゃないんだけど、うん、マヨネーズ一切かけないもん。うん、かけない。なんかアスパラ美味しそうだったね、うん。アスパラは考えつかなかったの。ブロッコリーは思ってたけど、うん、ブロッコリーがなかったのよね、うん。
ブロッコリーも美味しいかも。うん、あとなんかな、椎茸とかああいうのはどうだろう。あれは焼いた方がやっぱ美味しいんじゃないかな。いや、わかんない。でもやってみるのはいいよね。うん、卵も食べていい？うん、食べていいよ。食べな。うん、これは？これもいい。ちょっと私も食べてみよう。芋、うん、うん、なんか細長い方がちょっと好きかな、これは。でも結構美味しくない？うん、全然。うん、美味しいじゃん。うん、美味しいんだけど、よりこう甘さが多いのは細長い方の気がしなくもないんだけど。あ、でもこれ、それもしっかりもされてるね。もされてる。なんか卵がおっちゃんに見えてきた。おっちゃんネルです。マヨネーズかけてん、塩と。うん、これだけで美味しい。マヨネーズかけてん、美味しいから。めんどくせえな。ちょっとかけて。じゃあ、どうぞ、それだけで。卵にマヨネーズどうなの？かけてんって、美味しいから。うん、美味しい。分かってたよね。ね。昨日ですね、私たちのチャンネルを見てくださってる視聴者の方からバスクチーズいただきました。美味しそうです。Baby.